皆さんこんにちは、Bレジェンド住谷です。本日はBレジェンドシェーカーリニューアルいたします。本日はこちらのね紹介をさせていただきます。こちらがね以前から販売させていただいておりましたBレジェンドシェーカーですね。こちらがこっちのねシェーカーの方にリニューアルいたします。ここを見るとねサイズがね若干大きくなってますね。で見てください、これデザインがやっぱりちょっとねかっこよくなってますね。これまでねカラーがねブラックだけの展開だったんですけれど、今回はレッドとグリーンですね。こちらのねカラーバリエーションも同時に販売になります。色の発色も綺麗でいいですね。まあ、僕赤とかも好きなんで赤っていう選択肢もありですね。まあ、女性とかでもねやっぱり赤が好きな方多いんで赤がいいと思いますけどね。グリーンも渋くてかっこいいですよね。このシェーカーの形デザイン、ここの中のね作りとかもBレジェンド独自設計になってます。まあ、毎日プロテインを飲む僕たちだから作れたねシェーカーの形だと思っていただいていいです。ですんで非常にねこだわった内容になっております。その辺をねちょっと簡単に紹介していきたいと思います。こちらのシェーカーに関しましておすすめのねポイントが4点あります。まず1つ目、混ぜやすいですね。従来のねシェーカーに比べて太めのねボトルに設計しております。あと底がね水平ではなくてちょっと丸型になるような設計になってるんで、まあ、軽くシェイクするだけでもね非常に混ざりやすい設計になっております。このシェーカーを使うことによって溶け残りやね、ダマのね、悩みを解消できると思います。二つ目ですね、漏れないっていうところです。従来のシェーカーになるんですけど、ここのね、締まりの部分が2周しかなかったんですけれども、新型シェーカーの方は、こちらがね、3層になっているのが見ていただけると思います。こちらをね、単純のね、ネジ式にしたことによって、よりね、締まりが良くなったことによって、倒れた時とかもね、漏れないような設計になっております。ちょっと従来のシェーカーでしたらねこう閉まったつもりでもね斜めにね噛み合っちゃってて閉まったと思ってシェイクして漏れてしまっていたっていうことがあったと思うんですけど、まあ、新型のシェーカーではねまず斜めにねはまるっていうことがまずないんで、しっかり水平にして閉めないと閉まったっていうのがわからないような設計になってるんで水漏れのね心配がありません。漏れにくいです。ポイント3、洗いやすいですね。少し、ね、太めのボトルに設計されているっていう部分があって、大きな手の方でもね非常に洗いやすくなっております。プロテイン飲んだ後ってこう洗われるかと思うんですけど、スポンジを持って手入れるんですけど、僕とかちょっと手大きくてねやっぱりうまくね中に入らないんですよね。まあ、そういったね大きな手の方でも本当にスポッと入っちゃうんで、そこまでしっかりきれいに洗います。ですんでね洗う時の、ね、手間とかもねストレスもなくねスムーズに洗っていただけるんで使いやすいと思います。ポイント4ですね。かっこいい。ダンベルとかで、バーベルとかにつけるプレートありますよね。そちらのね、ダンベルであったり、プレートからデザインされた、こちらのシェーカーの蓋ですね。0.5kg ってなってますね。こちらのね、シェーカー、500ml のね、量が測れるようになってるんですけど、ここまでね、水を張っていただいて、持つと、あら不思議、ダンベルに早変わりなんですね。2つダンベルを買って水を 500ml ずつ入れていただいて、こう持っていただくと、あら不思議、サイドレーズができちゃうんですねっていう使い方もできるっていう話ですね。デザインもね本当にトレーニングする方にとってちょっと面白いデザインになってるんではないでしょうか。プレートねかっこいいですよね。詳細のねスペックですね、旧シェーカーの方は 125mm ですね。新型のシェーカーの方は 140mm になります。高さは 1.5 センチ高くなっている形です。このシェーカーの幅ですよね。旧シェーカーの方は85ミリで、新型の方は94ミリ、9.4 センチですね。だいたいね、0.9 センチで幅がでかくなっているような形になります。シェーカーの重さですね。こちらのね、旧シェーカーは 64g。こちらのね、新シェーカーに関しましては、まあ、ちょっとボトルのね、太さも太くなって、重さが大体 100g になってます。ただね、その分、重くなったっていうだけじゃなくて、しっかりしてるような雰囲気が感じられます。まあ、その辺ちょっと手に取ってもらうとわかると思うんですけど、しっかりしたような印象を受けます。僕とかね、非常に手に収まりやすくて、シェイクもしやすいかなと思います。
で、Q シェーカーの方はね、水のね、かかれる量が 400ml だったんですけれども、新シェーカーの方は、こちらのメモリがね、500ml まで増えております。ですんでね、100ml 多く測っていただくことができます。それではね、実際どれぐらいシェイクしやすくなったか、やってみたいと思います。僕の大好きなベリー登場です。いくぞ。よっ。よっ。よっ。よいしょ。さあ、いかがでしょうか。どうですか、違いわかりますかね。Qシェイカーも溶けてますね。まあでも新シェイカーもしっかり溶けてるんで、うちのベリーが溶けやすいってことですかね。どっちも非常に綺麗に溶けて、泡もダマもありませんでしたっていう結果にはなっちゃったんですけど、ただすごく振りやすいかなという印象ですね。手にフィットする。いやー、ちょっとレビューに疲れたんで、いただきます。うまい。やっぱ新シェーカーで飲むプロテインは格別にうまいっすね。はい、新型のね、シェーカーをね、レビューしてきましたけれども、本当にね、ビーレジェンドがこだわって作った設計になっているオリジナルのね、シェーカーになります。この形、このデザインを変えるのはビーレジェンドだけになります。混ぜやすい、漏れない、洗いやすい、そしてかっこいいビーレジェンドシェーカー、ぜひ手に取ってね、使ってみてください。詳細はね、こちら動画のね、概要欄に貼っておきますんで、ぜひそちらから飛んで購入してみてください。それではね、また次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。